マレーシアグランプリは1999年から2017年までマレーシアのクアラルンプール近郊のセランゴール州セパンにあるセパンサーキットで行われた会一のグランプリである。マレーシアの観光振興策の一つとしてアジア地域では日本に続き2国目の F1 誘致に成功し1999年に初開催された。ヘルマンティルケが設計した新設サーキットでは 初開催であった。1999年は第15戦、2000年は最終戦と終盤での開催であったが、2001年から2015年まで開幕戦オーストラリア GP に続くシーズン第2戦としての開催が定着していた。2016年は開催が10月に移動し、シンガポール、マレーシア、日本というアジア3連戦の2戦目に組み込まれた。高温 多湿というドライバーには過酷な条件に加えて、午後には毎日のように通り雨が降ることが、レース結果の予想を難しくしていた。スコールが降り出すとコースは水浸しになり、止むとすぐに路面が乾き始めるため、ドライ用、レイン用タイヤを履き替えるタイミングが重要であった。2006年からチケットの大幅な値下げが行われたが、それでも観客動員は減少傾向となっており、 2016年はセパンインターナショナルサーキットのキャパシティの半分強にとどまった。このため開催契約が切れる2018年をもって撤退することを検討していたが、ナズリア・アブドゥルアジズは開催コストの増大、前述した観客動員の減少、テレビ視聴者数が過去最低に落ち込んでいることを理由に契約延長を行わないとし、2018年をもって マレーシアグランプリを終了することが発表された。2017年4月、マレーシア政府はマレーシアグランプリの終了を1年前倒すことを発表した。これにより、マレーシアグランプリは19年の歴史に幕を下ろすことになった。2007年マレーシア GP の模様1999年同年のイギリス GP で右足を骨折したミハエル・シューマッハが復帰戦で、 ポールポジションを獲得。レースでは、同僚のエディアーバインに勝利を譲り、アーバインとチャンピオンを争うミカハッ発起年をブロックする、チームプレイを果たした。2003年予選では、フェルナンド・アロンソが、当時の史上最年少記録となる初ポールポジションを獲得。決勝レースでは、キミライ・コネンが初優勝し、新世代の台頭を印象付けた。2009年シャブリのスコールにより、 レースが中断。そのまま31周目終了時点の順位で、レース打ち切りとなり、1991年、オーストラリア GP 以来のハーフポイントレースとなった。2012年この年も雨のため赤旗中断となり、51分後に再スタートが切られた。マシンの不調に悩むフェルナンド・アロンソが、セルジオ・ペレスとのマッチレースを制して優勝。 2013年セバスチャンベッテルがチームオーダーを無視してチームメイトのマーク・ウェバーを抜いて優勝し両者の確執がマスコミを騒がせた3.4位のメルセデスチームもチームオーダー発動の是非が取り沙汰されたまた1回目のピットインの際にメルセデスのルイス・ハミルトンが前年まで在籍していたマクラーレンのピットに間違って侵入するハプニングも発生した 2016年トップを独走していたハミルトンがエンジントラブルでリタやニコ・ロズベルグがスタート直後にベッテルと接触したため順位を落としダニエル・リカールドが2年ぶりの勝利チームメイトのマックス・フェルスタッペンが2位に続きレッドブルが3年ぶりの1から2フィニッシュを果たす会一世界選手権として開催された1999年以降の結果について記載する 会1海一マレーシア GP 開催撤退を検討。F1-GATE.com 2016年10月29日閲覧。会1マレーシア GP2018 年で開催終了を発表。F1-GATE.com 2016年11月22日閲覧。2018年が最後だろうとマレーシア観光文化賞。 ESPNF1、2016年11月22日、閲覧。マレーシア GP が今季開催で終了。19年の歴史に巻く。2018年会1話21戦のカレンダーに。オートスポートウェブ、2017年4月7日閲覧。バトンが連勝。トヨタは3、4位と検討。スポーツ日本新聞社。2016年9月20日閲覧。 アロンソ今期初、V、カムイリタイヤ、イ一。フェテル後味悪い勝利、イ一。日刊スポーツ新聞社。2016年6月27日閲覧。会一第2000マレーシア GP、レースレポート。トップニーズ、2016年11月4日閲覧。リカルドが今期初勝利、通算4勝目イ一。日刊スポーツ新聞社。 2016年11月4日閲覧、ありがとうございます。